はいどうもお疲れ様です。 TIE クランのルーでございます。というわけで今日もトップページのおすすめから来た方、よかったらねチャンネル登録ご検討だけでもよろしくお願いいたします。さて皆さん、アリーナモードでセンチネル使いますよね、使ってます皆さん。でアリーナモードでセンチネルって致命的なバグがあるんですよね。何かっていうと、結構な頻度でセンチネルチャージすることができないというね、そういうバグがあるんですね。チャージしてこそ進化を発揮するセンチネルで、ね、チャージできないは結構致命的だと思うんですね。でその改善対策方法が見つかったんで、そちらをね紹介していこうかなと思います。でやり方は2つあって、ステップ1とステップ2があるんですが、ステップ1で結構治ります。でステップ1でも治らなかったらステップ2を実行してもらえればいいかなと思います。でまずやり方、ステップ1なんですが、購入フェーズ、試合が開始する前の購入フェーズでまずセンチネル買ってチャージできるか確認します。そこでチャージできなかったらバグが発生してるんで、センチネルを1回打って買い直せば治ります。ただこれ1回買い直しただけでは治らない場合があるんで、2回、3回、4回と何度もやってください。繰り返せば繰り返すほど治っていきます。で購入フェーズでセンチネルのバグ修正が間に合わない場合はステップ2、はい、ラウンド開始してからの改善方法になるんですが、ラウンドを開始したらまずセンチネルを右クリック長押し等で捨ててください。で捨てた後サブウェポンに持ち替えてサブウェポンを撃ちます。でセンチネルを拾い直します。これで治ります。はい、でこれも治らなかったら何度も繰り返してください。繰り返せば繰り返すほど最終的に治っていくんで、ぜひねセンチネルチャージできないバグが発生した時はこのステップ1とステップ2を何度も繰り返して、バグを直してみてください。じゃあ実際にバグが起きた時にこうすればいいよっていうのをお見せしていきます。本編どうぞ。センチネル買います、モザンビーク買います、バッテリー買います、チャージできます。これもう終わりも抜きます？打ったら、ま、だ俺チャージできないかも。そう、俺できない。チャージできない。チャージできない。打って買い直したら。あ、私もチャージできない。俺できんだけど、打って買い直したら。あ、チャージできた、チャージできた。できた、やっぱいけるよね。打って買い直したら。でしょ、できるっしょ。いけるっしょ。なんで俺はできてるの最初から。あ、これさ、人によって違うんだじゃあ。あ、できないな。あ、外した。下手くそ。ごめん。外した、下手くそだ。うん、下手くそやねん。世界一うまいと思ってたのに。あ、でもライフライン終わったよこいつ。ずっと俺レース見てる。じゃあ俺もずっとレース見てる。あ、じゃあ俺ジャイアン見とこう。レース見てる、ジャイアン見てる。いや、ちゃんと見張ってるかなーって。あー、じゃあ見張ってる、見張ってる、全然見てる。おい、サボるな。すいません。ドローンも出せないのかいこのライフラインは。ライフライン110上手くないですか私。なぜくださいでしょ、まったく。黙れ。あ、全然バッチここにいじめられてるよ俺。あ、ライフライン112、もう回復ないっしょ。あれ見えてんだよ、足元が。だったよ。あ、こしてる、こしてる、行くよ俺も。はい、70、70。いや、これはさすがに無理。あ、ごめん。そうそうそう、いる、座ってる、いる、座ってる。なに、なに。ブラハめっちゃ前だ、めっちゃ前だ。はい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 。よくわからんけど、ナイス。ということですね。とりあえずエルスタート。あ、チャージできない。押してるのに。ってことはこれはチャージできない。打って買い直すとできない。もう一回打って買い直す。何度も、あ、できた。何回か繰り返していけたよ。みんなは。ああ、できた、できた、できた。何回か繰り返していけるけど、この制限時間内できなかった場合、次のフェーズに入るわけだ。僕があるか、俺は大丈夫だよ。いつの何時入ってるよ。何が悲しくて、エルスターやねん、こっちも。あ、俺死ぬと思う。オッケー、さよなら。マサラタン。バイバイ。あ、110人、うまい。こういうとき、こういうときうまいですよね。色キット負けます。はい、110人。いいよ。あ、頭見えてるけど当たんないや。え、じゃあ見えてないよ。ブラハン70やったよ。早くじゃに。ナイス、うまい、うまい。じゃあ勝ちやな。あ、70。これも勝ったっす。45。じゃあ俺も上行くわ。めっちゃロール。レースめっちゃロール。あ、レースやったよ。待ってる。はい、ナイス。
あ、チャージできない。売ります。買います。あ、できた。一回できた。この購入フェーズでも直らなかった場合は、始まってからセンチルを捨てて、サブウェポンを打ってセンチルを拾い直せば、チャージできるそうですよ。あれ、俺チャージできなかった、逆に逆に本当逆にできなかった、逆にできなかった。これも何回も繰り返さなあかんのかな。できるはずなんですけど、できるまでやるわ。あ、できた、できた。これな、1回じゃね、できない時あるんで、購入フェーズとこうラウンド始まってからの拾い、捨て拾いでちょっと調整してください、皆さん。それでも直らんかったらちょっと運が悪いわ。センチで使う資格なし。132選ばれなかったのだ。うん、なんで敵をセンチで使ってんの、流行ってんの。あ、一緒に割れてる、割れてるらしい。ほらほらほら、うわ、レイス132。もうセンチで縛りでいこう、一回アイテムセンチのやし、縛りでいこうぜ。アイテムセンチ寝るな、縛ってみた。いや、めっちゃ長いのだけど、縛りはきつい。いや、ごめん、縛りはきついでしょ、これやられた。あ、そう、倒した。ごめん、あ、これさすがに縛りは無理やわ。いや、後ろから来てる。あ、ごめん、どんまい。ああ、敵センチネル縛りかと思ったら、センチネル縛りじゃないやんけ。ずっとパシパシパシ打ってるから、騙された、許せない。もうエヴァぶちかましたろ。やばいやばいやばい、チャージできん、チャージできる。あ、できない、売らなきゃ。あ、できた、売らなきゃ。あ、できない、オッケー。おお、こんなおるんだ。あ、オッケーオッケー。ただこれな、ラウンド始まったからこれやった場合、捨てて拾う場合ね、出遅れるっていうデメリットが。そこまでしてセンチで使いたいかっていう話あるんだが、任せろ、俺がこのポータルで俺がこのアークサーで炙り出してあげます。ここで1入ってる、やばい、うんちポータル。レイス132、え、屋上、上と下にいるよ。チャージします。めちゃめちゃ来ちゃった。俺はポータルで帰るから、帰れるからご心配なく。182、やばい、潰れてきた。ポータルで帰ります。はい、はいよ。あら、今割れたよ。ドローン出して、ドローン。あー、うまっ、ナイス。起こす、起こす、起こす、違う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 。あー、もう、ブラハもロー、ブラハもロー、ブラハもロー。え、俺もロー、俺もロー。ブラハなんかセンチしようしないけど。あ、どこどこどこ、真下や、分からん。あ、いるいるいる、じゃあバッテリー巻こう。いないやないか、いたわ。腰ダメセンチエルで、うわー、舐めた。買っていいこれ。え、そうぞ。やじゃい、ま、こういう人の差はチャージの仕方を知ってるってことやねんけど、あいつらチャージしてなかったやろ、音的に多分絶対バグあったこのラウンドチャージできないラウンドだから、こういうやり方をしとけばまあ勝ちっていう。あー、有益な情報教えた。これ高評価15,000行き過ぎやろ、無理か、無理か、めちゃめちゃ高評価だ、無理か。